はい、こんにちは。けチャンネルです。えっと、僕はね、先週、えっと、ウーバーでね、まだ、まあ、ウーバーって言ってもそんなにたくさん運んでなくって、まだ900件ぐらいなんですけど、えっと先週ね、初めて荷物をね、破損しちゃったんですよね。ということで、えーこの、この動画のテーマはね、えっと、ウーバー、アマれのね、荷物の破損についてっていうところでね、その先日のウーバーの破損の、まあ、ことの天末とかね、で、最近僕がちょっとアマれについてね、 ちょっと思っている荷物の破損に関することっていうのをお話ししたいと思います。えっ、ー、と、早速ね、まずはね、ちょっとウーバーの破損ですね。まあ、先週のことで、まあ、初めてなんだけど、僕はまあ、車でね、ウーバーの配達もしてるので、まあ、ちょっと、チャリとかのね、人は結構、荷物をね、破損せずに、まあ、運ぶのって大変そうな気がぼかしてるんだけど、車だからね、まあ、破損なんてそうそうないわけですよ。でも、この間やってしまって、まあ、 ま、厳密に言うとね、車で運ぶ前。だから、あの、具体的にはね、回転寿司。ま、スシローなんですよ。スシローのピックアップに行って、スシローだからあの、ロッカーからね、あの、商品を、まあ、回収して、でね、そのね、袋の中で、えっと、三段重ねにね、お寿司のその、折り詰めが三段重ねになってたんですよね。だから、大きいものから、ちっちゃいものが上に乗ってて。でね、それをね、車にまず運ぶ。その途中で、カタンって、 あのー、わかります上に乗っている、その、容器がね、カタンって、う袋の中でね、落ちたっていうか、カタンって傾いちゃったんですよ。で、ちょっとね、あって、ちょっとやべえかなと思って、で、お寿司を見るとね、まあ、案の定、もうちょっと偏っちゃって、で、 なんてもうな、もうね、物によってはちょっとそのシャリからネタがちょっとずり落ちてみたいな感じでね。ああ、これちょっと届けられたお客さんはあ気分悪いなっていうもう状態に学んでたんですよね。でね、その以前、なんかその配達先でね、近くでお寿司をこう手でなんか素手で直してるみたいななんかちょっと問題になったことがあったと思うんだけど、で、あの時は僕はね、正直、あ、なんかやっぱりそのバットをもらっちゃったりとか、なんかそういう評価っていうのをね、恐れてそうやって あの、まあ、配達前に自分で直すみたいなことを、まあ、やっちゃったんだろうなと。まあ、絶対ダメなことだけど、まあ、なんかちょっと気持ち的にね、ちょっと追い込まれちゃってたのかなとか、少しね、同情的に思った部分も、あの時は僕は正直言うとあるんだけど、でもね、実際自分がその、同じまさにお寿司でね、破損っていうか、ちょっとこう偏って、ネタがちょっとずり落ちちゃって、っていうふうに、自分がやった時にね、僕はどう思ったかっていうと、 やっぱりね、自分でこう、ちょっとね、直して、それをごまかしてなんていうのはね、思いもしなかったですね。だから、やっぱりね、ああいうちょっと、ずるいこととか、なんていうのかな、まあ多分、保身がね、自分の保身がまあ第一に立って、まあちょっと考えられないようなことやっちゃうんだと思うんだけど、ああいうやつはやっぱね、ダメだね。僕はね、全くそんな気にはならなかったし、思いもしなかったですよね。とにかくその時は、あって、商品をやっちまったと、いうことでもう、 ああ、もうこれもうどうにもできないから、まあ、お店にだから戻って、で、本当に申し訳ありません。ちょっと、傾けちゃって、お寿司がちょっと偏って変なになっちゃったんです。ごめんなさいって言ってね、謝って。でね、まあその、スシローの、まあある店舗なんだけども、そしたらね、そのスシローの、まあ従業員の女性が対応してくれたんだけど、どういう対応だったかっていうとね、もうすぐに、あ、じゃあ厨房に売って、作り直しをすぐにお願いするんで、 って言うんで、すよでちょっとね、普通だったら、えー、って何ってちょっとさ、顔しかめるような、そういう、なんていうのかな、ワンシーンが入ってもおかしくない、そういう状況じゃないですか。だけどね、全然そんなことなくって。あの、だから、あ、じゃあすぐ厨房にいますって。で、あのー、でね、その後に僕に向かって、で、お時間大丈夫ですかって言ったんですね、その女性は。で、まあ、お時間大丈夫も何もね、僕が、商品ダメにしてるわけでね、 あの、ま、あそんな中ね、お時間大丈夫ですかって言うんです。でね。まあ、だ、で僕はね、その、何を思ったかっていうと、ま、あ回転寿司で、僕、スシローってね、あんまり行ったことないです。多分、1回か2回昔あるんだけど、あの、もっぱらね、回転寿司行くときは、ま、あ家の割と近くっていうのもあって、蔵寿司とか浜寿司とかよく行くんだけど、スシローはね、あんまり行ったことなくて、でもね、なんか、スシローってすげえいい店かもなって、 ちょっと感動しましたよね。あの、まあ、もしかしたらその女の子だけがね、素晴らしかったのかもしれない。ただ、ま、あその、僕がダメにしちゃったお寿司をね、作り直ししてもらってる間、ちょっとその、うんなんか色々ケージとか眺めてたらね、なんかね、表彰状みたいなのがあるんですよ。だから、そのスシローのグループ内で、なんか表彰された店舗だったのかね、まあ、詳しくはわかんないんだけど、でもその、素晴らしい接客を讃えみたいな表彰状が飾ってあって、あ、っだからまあ、スシロー、 っていうのが、まあそういう接客にこだわってる会社なのもそこからは分かったし。で、僕がその、粗相してしまったそのお店は、その中でも表彰されてるお店で。で、もしかしたら、その僕に対応してくれた方はね、その中でももしかしたらとても素晴らしい人だったのかもしれないんだけど、とにかくね、いや、いい店だな、ここって思いましたね。だからね、スシロー、なんかね、お寿司をお店で食べたわけでもないのに、スシローのファンに僕はもうね、ほんとなりましたね。だから、 回転寿司、ま、スシロー、行くと思いますね、僕近々。あの、っていうレベルで、あ、すごい素晴らしいお店だな、っていう。まあ、この、ウーバーについて言うと、その、まあ、破損を初めてやっちゃったんだけど、それによってね、まあ、まあ、本当にお店には申し訳ない限りだったんだけど、なんか、スシローってすげえいい店だな、っていうことに気づいたというかね。まあ、そんな出来事がありました。で、まあ、それからだから一週間ぐらい経つんだけど、まあ、バットとかもつけられてはいないし、 なんかね、ちょっと感動したんですよね。でね。一方、まあまあ、これはまあ、ウーバーで初めて破損してしまった話なんだけど、一方ね、雨触れでの品物の破損っていうのはね、もうね、数えきれないくらい僕あるんですよ。まあ、厳密に言うとね、まあ僕じゃないんだけどね。で、ただ、中でもね、自分が明らかに品物を壊してしまったっていうのは僕は2回あって、いずれもね、ドリンクなんですよ。ドリンク、一ケースあの。もうね、ちょっと、 あれ結構脆くてね、なんかトンってちょっと少し強めの衝撃でちょ荷物が崩れたような感じで、で、箱がね、バラバラになってみたいな、結構弱いんですよね。で、まあ、それがね、僕は2回あるんですよ。そのドリンク壊しちゃった箱をね。で、それはもう明らか、僕がやっちゃった破損で。で、それはどうしたかっていうと、あの、まあ両方ともね、2回とも置き配指定だったんですよ。で、1回目の時はね、それでも、 ぶっ壊れてる箱をなんか、お気合するわけにもいかないでしょで、ピンポンしたんだけど、いらっしゃらなくて。で、電話しても繋がらなくって。で、一旦はだからそれをね、あの、あの、車に積んで置けないからね、そのままじゃ。で、で、しばらくして、他の配達して、で、次行った時にね、いらっしゃって、で、そこで謝って。で、そしたらね、あの、結構、いや、いいよいいよってって許してもらってね。でね、忘れもしないですよ。あの、飲み物とね、 ちょっとちっちゃいお返しともらって、なんかあ、申し訳ないです、みたいな感じで、なんかね、すごくあったかかったし、嬉しかったけど、まあ、まあそんな感じだったんで、もう一回はね、お気合いして、で、それも、でね、電話が繋がったんですよ。で、電話で謝って、あの、すいません、僕の不注意で、箱をもう、がバラバラになっちゃって、あの、中身の飲み物はまあもちろん異常はないんですけど、ちょっとこう、 このまま置いていけるような状況じゃなくしちゃった、なくなっちゃったんでって言って、まあ、ああのー、もしね、置いぎじゃなければ、あの、一回持ち戻って、改めてって。で、その時はでもそのお客さんもね、あいや、中身が大丈夫ならいいよいいよっ、つって、まあ、そのまま置き合いして、っていう感じでね。これはね、明らかに僕がぶっ壊した二つの品物なんです、二回。でね。あのー、ただ、雨触れの、まあ、破損。もうこんなの数え切れないぐらいあるっていうのは、その、そもそもね、 あの、もう、バッグの中でぐちゃぐちゃ、ありますよね。で、それも僕はね、破損だと思ってるんです。で、で、結構、その、ぐちゃぐちゃになってるものはね、伸ばしたりとか、破れちゃってる袋がね、あの、だかテープも常備してて、透明のね、僕、それで補修したりとかね、そうやって配るんだけど、まあだから、それもまあ破損じゃないですか。で、あのー、アマ、アマフレのね、アマゾンのサポートの、 これまでのね、その、例えば、あの、ダッシュボードの意義申し立てなんかをしてもね、まあ、全然曲見持たない感じで、ああいうのを考えると、その、実際、バッグから取り出した時点でもうぐっちゃぐちゃなんだけど、それって結局、誰がね、そのぐちゃぐちゃにしたか、わかんないですよね。ドライバーなのか、ス,ステ、ーションで詰め込んだ人なのかね。バッグに詰み、詰め込んだ人とは別にそのバッグをね、あの、ロールボックスに積む時に乱暴に扱われたのかとか、わかんないじゃないですか。で、あの、なんか、 ま、どうせドライバーのせいなんでしょうみたいな感じがありますよね。でね。あのー、でね。ただ、だから、僕はま、あこれまでだと、ぐちゃぐちゃなものは伸ばして、破れてるものはテープで補修してって、やってたんです。で、だけどね、その、で、なるべく、その、お客さんがいるときにはね、一応お詫びしてね。まあ、あのー、なんていうのかな。 アマゾンに過痕が残らないようにね、あの、なるべくちょっと丁重にお,お詫びして、あのー、円満にね、終わらすようにはしてるんだ、してたんだけど、あのー、まあね、多いですよね。そういう、もう、バッグ開けた時点での破損ですよね。で、だからそういうのを入れるともうね、数えきれないんです。でね、僕はだから、か、かつては、まあ、今言ったように、なるべくできる限りのことをね、してきたんですよ。で、あのね、あ、でね、その、これちょっとずれるんだけど、僕ね、 その、直後あの、あのーあのー、宅配ボックス指定じゃない荷物をね、在宅確認をせずに、宅配ボックスにぶち込むと。ね、直後って良くないですよね。でね、僕ね、一回だけね、直後したことが実はあって、それはね、この破損にまつわることなんですよね。で、これ何かっていうと、やっぱりね、袋がビリビリに破れてて、もう中身がね、もうちょっと出ちゃってて。でね、その、これはまあよくあるんだけど、まあよくあっちゃいけないんだけどね、本当はね、よくあるんだけど、その時はね、あのー、 そのビリビリになって破れてる封筒から出てた中身がね、あの、アダルトグッズだったんですよ。で、あのー、受け取り人は、まあ発注者は女性の名前明らかにでね。その、で、まあなんていうか、アダルトグッズっていうのも、あの、僕がね、そのメーカーが女性用のそういうグッズを手広く扱ってる会社だっての知ってたから、あって分かったんだけど、あの、まあ、何も知らない人が見てもね、ちょっと分かんない感じなんですよ。 まあ、よーく見ればね、その、あの、こま、なんか、ちっちゃい字で、こう、脇の方にね、あの、アダルトグッズが書いてあるんだけど、まあ、でも、まあ、何も知らなければね、そういう感じじゃないんですよ。でもね、まあ、頼んでる、その、女性本人はアダルトグッズ頼んでるんだからわかるじゃないですか。で、破れてる荷物を、こう、僕がこうやって持って届けた時に、ちなみにそれはね、玄関置き合いしてだったんだけど、オートロックのマンションだったんですよね。だから、その、ピンポンして、 いらっしゃったら、とりあえず玄関前まで僕は持っていくし、僕がその男なのもね、モニターでわかるじゃないですか、その相手にね。で、それって、嫌なんじゃないかなと、ね。僕は思って、まあ、余計な勘ぐりかもしんないんだけど、だからその時はね、直防したんですよね。だから、で、なるべくね、不在表もね、あの、なんか僕、字汚いんだけど、ちょっと頑張ってかわいい感じに、ちょっといかにもね、女性が届けた感出るような感じで、えー、不在表も書いて直防したん、 ですよででで。でもね、本当はそんなことしたくないんですよ。だから、そのね、その、破損。で、少なくとも僕は、俺じゃねえよ、破損したのって思ってるわけです。だって、ね、枠から出してもう破れてんだからね。で、まあ、かそんなのがすごい嫌いでね、だから、できる限りのことを僕は察するんですよ。で、なるべくお客さん、気分悪くないように、なんかね、嫌な気分にならないようにと思ってやってたんだけど、最近ちょっとね、考えがなんか変わってきて、 もういいのかなそこまでしなくてもと。で、なんていうか、SX なんかの荷物配ってるとね、もうひどい持ち戻りの荷物、いくらでもあるんですよね。まあ、嘘っぽい持ち戻り理由もあればね。あの、荷物の扱いなんかももうどんだけ雑に扱ったらこんなボロボロになるのみたいなのもあるし。で、なんかもう、ちょっと馬鹿らしくなっちゃって、ここ一月ぐらいは、まあ、補修しないんです。だから、破れてる荷物は、破れてるまま、置く。置き合いなら置く。 えー、ボックスならボックスに入れる。えー、まあ、直接手渡しの場合だけは、僕が渡しづらいからね、ちょっと伸ばしたり、ね、補修するんだけど、それ以外はもうね、もう、あのー、バッグの中でもぐっちゃぐちゃのこうなんていうか、もうええ、丸めてボール作ったみたいなのありますよね、そういうのね。それはもうね、ボールのまま、そっと玄関に置く。もう、そういう感じにね、まあ、ここ1ヶ月、1ヶ月半ぐらいかな。もう、だから、とにかく僕はね、とにかく渡されたものを指示通りに配る。もうそこに割り切ってやろうと思って、 やってるんです。でね。と、そうしたところね、ちょっとね、あの、ちょっと興味深い現象が起きていて、で、僕ね、あの、ダッシュボードは、基本的には僕はね、あのー、結構パーフェクトマンなんですよ。あのー、とても良い、じゃなくてもうね、無傷のとても良いなんですだから、誤杯なんかも、1年間に、まあ1、1、ね、年、年に1回か2回ぐらい、誤杯でね、ちょっと、ステータスが下がることあるんだけど、でもそんなもんで、基本的にはもう、 完璧なんですよ。僕のその、ダッシュボード的にはですよ。それがね、まあだからここ一月半ぐらい、今言ったような感じで、まあそのままぐちゃぐちゃなものはぐちゃぐちゃのまま届けると。これをね、徹底してるわけです。で、そうしたところね、あの、ダッシュボードに、これ、何が増えたかっていうとね、5杯が増えたんですよ。5杯。で、これ、でね、だから今もね、 5杯7件とか多分なってるんですよね、ダッシュボード的に。ね。で、ね、だから僕は5杯なんて1年に1回か2回ぐらいしかないんですよ、これまでは。だけど、そう、5杯7とか続いてます。で、5杯ってどういうことだろうと。ね。でね、今ちょっと僕はね、これ確認の仕様がないんだけど、僕の仮説ね、あの、ぐっちゃぐちゃな荷物が届きましたと。で、お客さんとしては、 いくつか選択肢があると思うんですよね。まあ中身に異常がないからまあいっかってそのまま受け取る。ね。あとは Amazon に連絡してもうぐちゃぐちゃになってるから、これね、あのちょっと交換してくれ。って交換を要求する。ね。で、この場合は誤配にはなんないと思うんですよね。よくわかんないけど。交換なんだから。ね。だから、その荷物が破損してたみたいなのが、もしかしたら何か、ね、形状されてるのかもしれないけど、ダッシュボード的に誤配にはなんないじゃないですか。ね。なんだけど、僕ね、 今思ってるのが、そういうぐっちゃぐちゃな荷物が届いたときに、お客さんがね、届いてないっていうふうに Amazon に言うってことはあるんじゃないかなと思ってるんですよね。だって、交換って、ってね返品交換って、返品するのめんどくさいじゃんっていう。で、ねで、実際まあ、破損してる荷物だったら、返品がどうとか、もうめんどくさいのもあるし、だ,だったら新しいもの送って、それで終わりにしろよ、みたいなね。だから、そのぐっちゃぐちゃの荷物がね、 もう破損荷物そのまま届けられたお客さんが、届いてないっていうクレームを Amazon に入れると。そうするとこれは誤配になりますよね。届いてないんだから。だから、それがね、あるのかなって今ちょっと思ってて。で、これはまあちょっと調べようがないんでね。なんとも、まあ結論はわかんないんだけど、まあそんな感じで、えー、僕はだから今僕のダッシュボードには誤配7とかついてるんですよ。 そう。まあ、で、それは、まあ、僕が誤配本当にしてる可能性はあるんですよ。この、完全に否定はできないんだけど。でもね、過去の状況から言って、僕はまあ、言うなれば、そう、あのー、ここ、ね、まあ、2ヶ月前ぐらいまでは、1ヶ月前ぐらいまでは、パーフェクトマンですから、あの、何一つ無傷なんだから。で、ただそれが急に誤配が増えてるっていうのは、まあ、可能性としてはね、だからそのぐちゃぐちゃな荷物っていうのが、あるのかなと。ね、だから、返品、交換の要求じゃなくって、届いてねえよと。 ま確かに、それの方が楽だしね、お客さんも。楽だし、まあアマゾンに行っとったってね、破損した荷物送られてきてもっていうのもあるし、割と、そのドライバーのアカウントに傷がつく以外は結構ね、いい手段な気はするんですよね。届いてねえよって,てクレーム入れると。<laughs> ね。だから、そういうことがあるのかななんて思ってる今日この頃で、まあその事実がどうであっても、別に僕はもう自分のアカウントにも興味ないし、アマフレにもまあそんなに興味もないんで、いいんだけど、 ただね、もし、僕、この僕の仮説が正しかったら、amazon のね、商品配送のシステムっていうのは相当まずいよね。そんだけ、ね、ぐっちゃぐちゃな荷物がたくさんあるっていうことだから、あの、まあ、実際そうなんですよ。だって、あのね、まあ、そうね、週に10ブロックとかね、まあ稼働して、そのね、そのぐちゃぐちゃなね、破損してる荷物がないブロックの方が少ないですからね、絶対。だから、 まあ僕はちょっとそういう部分が神経質でね、細かいやつなのも否めないんだけど、まあそれにしてもちょっとね、その amazon のその配送クオリティ、そのドライバーがね、ズルするどうするっていうのもまあそれは一つ問題なんだけど、それ以前にね、商品を商品として扱わないやつがいるってことですよね、絶対。だってぐちゃぐちゃなんだもん。ね、アダルトグッズ飛び出てんですよ。ダメじゃんってね。まあ、これはね、事実としてあるので、ほんとまあ、 アマゾンの偉い人が見てるはずはないと思うけど、見てたらね、改善した方がいいと思いますよね。あの、だって、良くないし、お客さんがいなくなるそのうちね。今、いいから、ずっと、好調だって、そんなことはね、ないしね。どんな大企業,企業だって、潰れる時はあっときは当たり前に潰れますよ。だから、まあ、ということで、僕の思う、まあ、まあまあ、だから何を言いたいかっていうとね、スシローすげえぞと、<laughs> すげえいいお店だって僕は今思ってるのと <laughs>、やっぱり amazon のね、まあ、ドライバーのね、ちょっと、 あの、直後だとかね、勝手な置き合いだとか、これもね、よく言われるとこなんだけど、それ以前のね、倉庫のね、その、物流のもろもろ体制ですよね。そのあたりもね、まあ見直した方がいいんじゃないかなっていう、そんなお話でした。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。けチャンネルでした。それではごきげんよう。